はい、続きを編んでいきましょう。はい、皆さんおはようございます、瀬野です。いやいやいや、すっかりすっかり北海道、あったかいんだか寒いんだかって言ったら、どちらかというと寒い方に入ってきました。なので、はい、本日もあったかいお茶飲んで、今日はですね、ルピシアさんのいただいたティーバッグの最後ですね、黄金系ウーロン茶です。もうね、すごいウーロン茶のいい香りがいたします。すごいね、茶葉がもうね、開いてパンパンです。ティーバッグパンパンになっております。もうウーロン茶も美味しい季節です。はい、これで目も覚めたことですし、編んでいこうと思います。で、前回このね、レッグウォーマー作ろうと思いまして、こう模様編み、いろいろ試行錯誤というか、ちょっと試し実験状態ですね。で、今編んでおります。で、まあ基本って編みというか、こう交差させて編んでいって、ちょっと縄っぽく見えればいいなと、一応基本的にこの模様の大雑把なところなんですけれども、はい。で、今ちょっとね、実験というか試しながら編んでおりまして、全部でですね、36目あった。36目、一番最初編み始め、で鎖の目を拾うのが嫌で、この鎖4目プラス長編みというチェーンをぐるっと編んでいきまして、この鎖4目プラス長編みというこの塊が12個できるように作りました。で、私の太い足でも楽々入るぐらいの大きさになっております。腕だともうこんだけ大きいどんだけ足太いんだって話なんですけど、でこれで、作りまして、でこの一つの塊に対してだいたい目が3目入るように編んでおりますので、全体で36目、まあ3目ずつなんですけど、6目で模様、3目は普通に編む、6目は模様っていう風に今編んでおります。この塊にまず細編みを1段編んで、36目確定させました。で、念のためということで、もう1段細編みを編んでおります。で、そこから次ですね、長編みを編んでいくんですけれども、最初の2つこの模様が2つ分なんですけれども、普通に長編みで3目ずつですね、一番最初こちらちょっと3目飛ばした4目目5目目6目目を先に長編みで編んで、それが終わってから戻って1目2目3目と長編みで編むという模様、交差模様にしてあります。いや、1段目っていうか、こう1で2段目、ここ2段目は普通に、拾って長編み、シンプルに拾って長編みで、また3段目に交差で、4段目は普通に長編みというふうに、こう1段おきにこの交差を入れております。で、これを2つ今作りました。で、2つ作ったのがこちらで、これだけではなくて、次は同じ長編みなんですけど、長編みの交差なんですけれども、引き上げ編みですね。ほんと微妙な違いです。で、模様の部分は本当に長編みの部分も全部引き上げ編みとして、前の目の側を拾って長編みで、模様と模様ですね、模様と模様の間は何も考えずに目を拾って普通に長編みをしております。で、今これ、はい、普通なと目を拾って長編み、こっちは側を拾って引き上げ編みの長編み。じゃあ次はっていうことで、実はここ、はい、長々編みに、模様の部分だけですね、交差させる模様の部分だけ長々編みにしてみました。で、今途中まで編んでるんですけれども、まず編むか。ひょい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 。で、これでね、だいたいもう一玉なくなりました。ちょうど私の足首がすっぽり隠れるぐらい、だから本当に足首だけを温めたいぐらいだったら、このぐらいの長さで十分かなと思います。ふくらはぎにかかる方までやりたいなっていう場合は、もう一玉分使ってやろうかなと思っております。はい、次、今長編みが3目編み終わったので、次はこれ3目飛ばして4目目ですね。
で、前段は何も考えずというか、長編みで1段編んでますので、長編みのよいしょ足を拾って長々編み、はい、5目めのとこに長々編み、はい、6目めのとこに長々編みで、はい、で1目めの長編みのところの束を拾って、よいしょ長々編み、はい、次2目め拾って長々編み、はい、3目め拾って長々編みと、本当に本当に些細な編み方の違いなので、どれでもいっちゃいいやと思います。よいしょ、そこら辺はね、好き好きだと思う。あと好みですよね、編み方とか。編みやすい、長編みは結構編みやすいので、長々編みとかよりも長、やっぱりね、長編みって編みやすいので、長編みの方が便利っていう方もいらっしゃいますので、はいはい、立ち上がり1、2、3目めを拾って引き抜き編みして戻ってきましたと。よいしょ。であとは、長編みを1段編みます。ただここのね、シンプルなところは普通に長編みを3目編んで、でこの交差してる長編みのところは引き上げ編みで長編みを6目ですね、編んでいきます。はい、これで、普通に、長編みの交差で普通に目を拾ってが2つ模様で、次は、目を拾わないで足を拾って引き上げ編みをして、長編みの交差をさせるのを引き上げ編みで 2つで、次は長編みではなくて、この部分だけを長々編みですね、交差させる部分だけを長々編みの引き上げ編みにして作ってみました。この3パターンで今作ってみました。やっぱり見た目はそんなに変わらないかな。ただ長々編みの引き上げ編みの方が落ち着いてるかな。長編みの引き上げ編みだとすごいここね、ポコーンとキュッとこう縮まるので、すごいここだけ厚みがポコッとなってるんですけど、長々編みにすることによってそこまで分厚くというかポコンとは硬くはなりません。で普通のこのね、目を拾って編むやつだと微妙に模様が分かりづらい、ちょっと映像、映像でどのぐらい映ってるのか分かんないんですけど、という感じに見えます。でこれ結構緩めに編んでるので伸びるので足に履きやすいかな、足にねつけやすいかなと思っております。こんなんでいいかなこれを続けて多分もう今ねもう2個目の編みに行ってるんですけど、これをずっとつなげて、ここと倍ですね、ここまで編んだら完成ってことかなーなんてちょっと思ってますけど、次はどうしようかな。本当に微妙な違いなんですけれど、1、2、3、はい、3目立ち上がって普通に長編みを編みます。はい、で長編み3目分ですね編んだら、で次から今長編みの引き上げ編みをしたんですけど、もう一回長編みの引き上げ編みを6目編んでみようかなと思います。今度この鎖の間隔というか交差編みの間隔をもうちょい広げてみようかなと。いやもうね、あっという間ですね、あっという間に週の半分が終わるみたいなそう、っていうかもうあっという間に9月終わりますね。10月1日になってしまいます。まだまだ何もやってない間にあっという間に後半戦ですよ今年あれれれれれって感じですけど、で 1,2,3 目目のところを引き抜いて終了です。はい、今までのところは模様編みの間は普通に
長編みを1段入れてたんですけど、まあ、こっちは引き上げ編みですけど長編みが入ってたんですけど、この長編みの部分をもう1段増やしてみました。2段です、長編み部分が2段で、じゃあまた次1、2、3目で立ち上がって、はい、普通に長編みが3目分で、次に交差させます。なのでまた1、2、3本分は飛ばして4本目から拾って長々編みで、1本目に戻りまして1本目、はい、長々編み、こっちよりはちょっとだけこうひねりが大きくなった気がします。で、普通に長編みが3目。こちらとこちらでは明らかに間隔が空きましたね。あ、こっちの方がそれっぽく見えるかな。なんかこっちはキュッとね、詰まりすぎてる気がするので、間に長編みの段2段入った方がいいかな。うん、2段編んだ方、2段開いた方がいいのか3段開いた方がいいのかっていうところもね、気になるところではあります。結構1段の差が大きい気がするんだよなぁと。よいしょ、はいはい、1段交差させてみました。で、ちょっとここで長編みを編んでいきます。長編みでまず1段ですね。よいしょ、で普通に長編み3目で、長編みの引き上げ編みですねを6目、こうやってこう自分の理想とするというか、あ、これが一番しっくりくるなっていう模様を模索して、まあ、練習編みでね模索して、あ、これだっていうのが見つかったら、そこで初めてこう形にしたい本番というかのいい糸とかで作っていったらいいんじゃないかなと。この糸、まあ、100円ショップのね糸なので、だいたい2玉で片足分作れると思います。だ4玉あれば両足分作れるかなと。でもう1段かな、もう1段編みますか。もう1段長編みですね、はい、長編みが今2段分くるように編んでおります。そうですね、長編みが2段間に入った方が迫力が出るかな。で、逆にこれが4段だったら、4段、3段4段だったらどうなるんだろうっていうのも出てきますね。うん、結論から言うとここの間ですね、長々編みの私の中で、ああ、いいかなと思うのはこの長々編みの交差、他は全部長編みでいいんですけど、この交差の部分だけは長々編みの方がいいなと思います。で、なおかつここの間に入るここですね、ここは、2段以上、2段か3段ぐらいは、2段か3段ぐらいはあった方がよくいい感じに見えるような気がします。まあ、その人その人にどんな雰囲気のものが作りたいのかによるんですけれども、今私の中でしっくりしてるのは間が2段の方かなと思います。もしかしたら3段ぐらい、もうちょっとこう縦長、ここの交差の部分と交差の部分の間がちょっと空いてる方がなんとなく縄っぽく見えるかなという感じに、私の頭の中がなっておりますので、そのように編んでいこうかなと思います。で、とりあえずこれはこれで一玉編み切ってしまっておしまいにしようと思います。うん、で、まあ縁もねこうフリフリにこんな感じに今なってますので、終わりの方もこういう状態になれたらいいなという感じですね。で、もう一個ですね。で、次もう一足分これで作ろうかなと思います。ちょっと斜めってきてんのかな、まあ、実験が実験を呼ぶって感じですね。ふむふむって感じで、
でだからスタート地点はこの長、鎖編み4目と長編みっていうこれからスタートして、こっから先の模様はこちらはまた違うように編んでいこうかなと思います。で長編みの方がねやっぱり早い早く編み上がるので、まあちょっとまたおいおい模様の方を考えていこうと思います。はい、よいしょ。すっかりね暑すぎるっていうのがなくなってすっかり活動しやすくなりました。どっか遊びに行きたいかなっていう思いもありますけど、まあちょっとね落ち着いていない部分がまだまだありますので、気をつけながらですね、気をつけながら秋の味覚を探しに行ったり、ちょっとちょこちょこ近郊ですけどね、近くをちょこちょこしに行きたいかなと思っております。実りの秋ですんで絶対美味しいものがそこら辺にあると売られていると思っております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあ。